はい、どうも、鎌倉です。前回の動画の続き、といえば続きになりますが、ただ雪山から帰るのも尺なので、ちょっと、飛龍の巣の方ですね、突撃インタビューしていきたいと思います。見えたね、でっけえクリスタルみたいなのが。あそこで、何かしらの卵を盗んでいかないと、なんて言うんだろう、気分が収まらない。飛龍の巣ならすぐに見つかるんじゃないか。卵巣にあるって分かってますから、ね、あ、やべえのいきなりだけども、中がどうなってるのかな。どうなってこれ、鉄。暑いね。来るのは初めてなんで、中がどんな感じになってるのか。なんかいますね。うん。なんかいますが、なんか気づかれた？見にくい。こんな見にくいんだ。みんなよく取りこれてるな。怖いな。あっちにファイヤーがいるぞ。かかっているようにも思えますけど、まぶす。あ、ポイズンはやばい。ポイズンはやばいぞ。こないだポイズンに殺されたから。あ、やばいやばい。見つかってんの。あ、ポイズンはやばいって。やろ。あちゃあちゃあちゃ。あっちに。ここにやろ。ここにやろ。あちゃあちゃ。あっち。やろうっていうのか。ここにやろう。ここにやろう。敵はひるんだぞ。ここにやろう。ここにやろう。やろう。ここにやろう。ここにやろう。レベル9ならやれるということが分かった気がします。こっちは違うな。こっちもそれっぽい感じは。あれ違うかな。あ、この先がそうかもしれません。あ、ちょっとスタミナ回復しようかな。カワウソ死なねえだろうな。そのまんまだからな。とりあえず。なんでもいい。卵1個ください。トラップすら作ってませんが、卵が欲しい。卵を見てみたい、この手で。この手でじゃない、この目で。うわ、やべえのいるな。あ、巣っていうやつを初めて見た気がします。これ。あ！これ卵っていうやつじゃないですか、レベルは。28。逃げろ！ 28！ 来たー！ 来たー！ あ、ちち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 ち！ 入った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 ！ 入った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 ！ とりあえず死んでもいいようなところに、プレイヤーが死んでもいいようなところにいない。うわ、あっち！ あっちあっち！ 勘弁してくれ！ もう許してくれ！ もう許してくれ。悪かった。俺が悪かった。マジもん悪かったって。それ範囲広くねえか。何やろ。何やろ。やろ。やばい。人間やばい。人様危ない。人様危ない。ポイズンはやばい。もう、許してくれよ。俺が悪かったって。やめてくれよ。やめてくれ、本当。
あー毒が、毒毒しく体が溶かされていくぞ。やめるんだお前ら、当選するぞ。え、うわ、なんだこの、どうなってるの。やめてくれ、もう見逃して。3対1がついて、プレイヤーはまだ生きているんだ。よし、お前らのレベルはどうせ大したことないんだろう。俺が駆逐してやるよ。よし、ポイズンワイバーン31、意外と高かった。わしのワールドではワイバーンは一桁台がメインなの。クソ、諦めの悪いやつべい。アルゲンタビスピンチ、1ポイント半分。クソ、結構削られますな、これは。やろう。こいつ、ライトニングワイバーン、ああ、卵の主だね。ごめんね。ほんと、なんか、君の卵もらっちゃってごめん。このライトニングワイバーンくんの卵を無駄にはさせないよ。俺が、あいつ、硬い。こいつ、また燃えてるのか。頑張れ、タビス。強い。気絶地がやばい。こいつなんだ、虫か。虫なのか、あの谷の。こいつは、異様に硬いような気がするが。ただ単に攻撃が当たっていないだけ。目回ったらすいませんね、ほんと。どうやら敵に。ほら、くそ、逃げもしない。スタミナはまだまだあるぜ。くそ、旋回戦ならこっちの方が有利なはず。この野郎、なんだ、マジ強い。いて、あっちあっち。こいつ何者、強い。強いぞ。こいつ、やはりあの谷の主。あ、やった。155だと。お前の卵が何より欲しい。ああ、ビョン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 。あ、消えた。あいつのお肉が欲しい。何よりあいつのお肉、あ、いた。あいつのお肉が。空中で止まってる？空中で止まってますか？大丈夫？空中で止まってますか？はい。いや、ワイバーン155死亡。やはり君があそこの虫だった。はっ、食えねえ。ちょっとひで食わしてくれねえ。どうやら食べることはできないようです。激しい人をありがとう。じゃあもう俺は行くよ。さらばだばだ。お肉食べよう。うちのアルゲンタビスのヒットポイントを半分まで減らすとはやりおる。こいつこう見えて4万7000のヒットポイントを携えているという。150が上限じゃないのか。しかしびっくりした。はい、というわけでですね、多少のトラブルはありましたが、見事レベルは低いけども、ライトニングワイバーンの卵を手にすることができました。というわけでですね、今回はこの辺で締めていきたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。